さて、チーム8の、コンサートになりました。次の日ですね、HKT 迎えた次の日になりましたけども、最前パンよ、やべえのがいるやべえのがいるやばいのがいるまあちょっと昼公演が終わってみんなブワーってなってる状態なんですけど、まあ昼公演の感想枠を誰か俺あれ誰も入ってない、あれいやどうもいや久しぶりですね、めっちゃ久しぶり。でも動画は初なんですよね。初動画、はい、ゆたたまさんでございます。どうもどうも。わざわざ愛知県から、そう、埼玉まで来たという。一睡もしないですよ。うわーきついな。昼公演はどんな感じですか？とりあえずもう本当にね、喉が痛い喉が痛い。なるほど。まあ8だからね、8は湧くもんだから、あれは地蔵はかませられない。あれ何、カナオの何な、何だっけ。だから地蔵かの、うん、カーレースみたいな、うん、あれに優勝して、あれで優勝して、でその記念っていうか、記念というか、まあご褒美か、ご褒美で冠番組、まあそれ冠番組が、あーなるほどね、いただけたと。そう、カナオね。曲はどんな感じだった。曲はまあ普通普通でもまあ分けるっちゃ分ける、うん、まあ8、うん、まあ8は分けるから、どの曲もな。エスケープ、え、エスケープやってんの？あれステイやるんだ。やってる。おお。2人セゴン、それでかいじゃねえかよマジで。お代理歌って、そう、ウクレナがギターで、あ、ギターか、でかいな。もう一人は誰だっけ。へえー、マジか。で俺も最後見送りで、ルカちゃんにもう夜公演行くからねって。あ、いいね。あ、本当バイバイって。素晴らしい、お見送りもあるんだね。HKT とは違うね。しかもヒヒリンともちゃんと目合いました。素晴らしい、行きたい早く。僕は夜なんですよ。でまあブースでは大西のところ行って、あ、そっか、ブースお祭りがあるのか。そうで、大西のところでは名刺、当たったからって。名刺ね、当たったって。じゃあ大西にも会えたんだ。そう、会えた。よかったよ。でそれでまあ、なんか4月の社名会行くねっつって。素晴らしい。で、タンオシだよっつって。タンオシだよ、かっこハテナだから。じゃあ本当って言われたから、ガチガチって。もう俺は小栗タンオシなんだよ。え、あ、違う。え、ガチ恋がやばかった。え、小栗タンオシいる。ガチ恋。ガチ恋、それはガチ恋ですよ。ちょっと違う違う違う、だからブースのやつ。ああ、あのアイドル研究部。めっちゃ良かった。なるほど、いいな。なんか2人だった。2人でなるちゃんが真ん中にいて、なるちゃんか、いなんかこう、ウェイウェイみたいな感じで上げてんのね。太田奈緒ちゃんと、その新しい山田、あー、大分、そうだ、大分とか入るのか。なんか、そうかそうか、その山田京香ちゃんのなんか説明みたいなのをしてて、みんなが動画撮ったって。それが2回ぐらいあるね。そう、大分の子も気になるんで、それもチェックして、夜のお祭り、俺もどこ行くか、ええかなんかは、入ってみないと分かんないんで。入って、で、社名刺もどうなるか分かんないので、僕はもう夜が入ったら、夜入ってとりあえず中を確認しないと、中身ね、それを確認して、沸いて、ドカ沸きして、おぐりって言って帰ります。おぐりしか、おぐりっつって、おぐり倒しだから、おぐりしか、おぐりしかなんだよ。あ、でも最後の、47の最初の部分だけ、埼玉の子の名前で、あー、屋根か、そっか、いいね、それは。なんか最後の、なんかその47の前になんか、あやねが言ってたから、あー、それであやねが言ってたから。でも最後の最後はもう僕、自分のお話で、まあ、昨日はさくらーそのーって言ってたけど、今日はおぐりーだけど、まあ、そういうモチベーションを変えて、切り替えてね、あの、今日はエイトに参加していくと思います。僕は喜ん、感想をまたするんで、俺がせーのって言うから、おぐりしかー、俺がせーのって言うよ、せーの、バイナーやばいんだね、それ2月4日やばかったんだから、マジで。ということで、取られて、また取られたよ。ということで、では、乾杯なら。